岸田総理大臣は自民党の菅前総理大臣と会談し政府がきょう発表する少子化対策のたたき台などをめぐり意見交換しましまた。予算も通りましたので最近の外交、あるいは政策課題について報告し意見交換を行いました。基本的に近況報告です。 会談は菅前総理の議員会館の事務所でおよそ20分間行われ、岸田総理はウクライナ訪問について報告したほか、政府が今日発表する少子化対策のたたき台の原案について説明しました。菅前総理が必要性を訴えていた出産費用の保険適用について、岸田総理はいいアイデアだとして取り入れる考えを示し、菅前総理は謝意を示したということです。